次に東京都と委託契約をしている一般社団法人コラボが適切ではない会計処理をしていることが指摘されていることについてお伺いしていこうと思います。この件は、まあ、SNS や報道などでかなり話題となっております。まあ、国というよりは主に東京都が関わる問題ですので、東京都議会でしっかり対応されるべきと考えますが、まあ、このコラボの事業については東京都からのお金のみならず国からのお金も出ていると承知しております。世間の注目も高いように思いますので、ここでも簡単ですが取り上げさせていただきます。これまでに判明しつつあることとして、主に税金が原資である公のお金の使われている事業に関して東京都によるチェックがかなりずさんであろうということでございます。東京都からの委託事業等をしているコラボが公表している会計資料などを見ると、適切とは思えない処理をしていることがさまざま指摘されており、東京都はしっかりチェックをした上でお金を出すべきと考えます。今回配布資料としてコラボが公表している資料の一部を用意させていただきました。問題ではないかと指摘されている部分を読み上げさせていただきます。コラボ公表資料1枚目の3番、委託経費の予算と実際の支出の関係というところでございます。若年被害者助成等支援事業の委託経費の予算は車両関係費、宿泊支援費などいくつかの大項目に分かれております。ただし実際の事業の遂行の中で当初の計画とは異なって新たな支出に対象に支出する必要が生じたり、逆に予定していた支出がなくなるなどの変更もありえます。この場合コラボとしては項目を超えた調整をすることがあります。このような項目を超える支出の調整を禁じる規定はなく、項目を超える調整を行っても問題はありません。この部分の記述について政府参考人の方に2点お伺いしたいと思います。1つ目は大項目間の支出の流用を東京都が認める点に関して問題ではないかという指摘がなされており、この点に関するご見解をお伺いします。そして2つ目としてはですね、こういった問題が起こることを予防するために、例えばアメリカではですね、経費のチェックのためのプロジェクト専用の銀行口座を開設させ、プロジェクト関連のすべての入出金を当該口座で実施させるといった対策がなされております。そういう対策を導入すべきという意見への ご見解をお聞かせいただきたいと思います。野村審議官、お答え申し上げます。ご指摘のこの若年被害助成等支援事業、こういったものを含めまして国の補助金といいますのは、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律に基づきまして、不正な申請であるとか使用といったものを防止し、適正に執行していただく必要があるというところでございます。でこのご指摘の支援事業でございますけれども、まあ、都道府県等を補助対象としておりまして、その都道府県から民間団体に委託をすることができるという構造になっておりまして、この被害助成に対してさまざまな支援を行うような事業となっております。そこでご指摘の使途使い道でございますけれども、こうした多岐にわたる支援を地域の実情に応じて事業を実施していただけますように、この事業の実施に必要な報酬であるとか需要費、役務費、備品購入費など広く補助の対象経費としているところでございます。また当初の事業予算の配分の枠組みについて、事業執行の途中で、流用といいましょうか、移し替えといいましょうか、ああいったものの変更、そういったことも含めてですね、対象経費の補助金の対象経費の中で、かつ事業目的に反するものでなければ柔軟に活用いただけるものとしているところでございます。このご指摘のこの一般社団法人コラボの会計処理についてでございますけれども、先ほど申し上げましたように、この補助金を活用して事業を行っておられる東京都において、この委託先である一般社団に対して、会計処理も含めてですね、適切に管理をしていただくべきものと承知をしております。それと専用口座とのご指摘でございますけれども、こういった専用口座を設けさせるということが、この適正の補助金の執行に有効であるかどうか、今回の場合の東京都からの委託費でございますけれども、それに有効であるかどうかというのは、実施主体であるその自治体にご判断いただくべきことかなというふうに考えてございます。浜田君。はい、この件に関してはですね、私の把握しているところでは、都議会の各会派、いろいろと動けているようなので、そちらに期待したいと思います。